より楽天モバイルビジネスイノベーションサミットラウンドテーブルを開催できればと思います。ラウンドテーブルでは、楽天モバイル株式会社、代表取締役共同 CEO、鈴木、和弘が対応させていただきます。早速ではございますが、質疑応答へと入らせていただければと思います。ご質問は本日の、セッション内容を中心としていただければと、していただけますと幸いです。ご質問される方はスタッフがマイクをお持ちいたしますので、媒体にお名前をお伝えいただいた後に、お一人2問を目安に1問1回でまとめてご質問いただけますと幸いです。それではご質問のある方挙手をお願いいたします。後ろから、一番こちら の右側のレスポンス、こちらから2番目でお願いします。日経 BP の堀越と申します。先ほど の法人向けの説明であるとか、法人顧客の声を聞いてますと、まだ楽天さんの場合法人向け商材、もしもしハイハイとデータ通信が中心かなという印象を受けました。大手3社はもっとですね、法人の DX 化のソリューションなどを手厚くしていると思うんですけれども、このあたり、大手3社に匹敵するようなですね、法人ビジネスのキャッチアップなどについてどのようにお考え点になるのか、今後の商材の拡充などを含めて少し教えていただけないでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、先ほどご紹介をしましたが、今現在も拡充中ということでございますので、サードパーティーソリューションっていうんでしょうかね、そういったものは今後ご要望に応じて拡充をしていきたいというふうに考えています。ただ数が多ければいいってもんでもなくてですね、楽天でなければ提供ができないような、そういうやはり楽天オリジナル の商材の開発に力を入れていきたいというふうに考えております。楽天リンクオフィスデスクトップもその一つですし、あとまた三木谷の方が冒頭お話ししましたが、AI ですね、 AI がキーワードになっておりまして、オープン AI 社とも特別な提携関係に、ありますので、協力しながらですね、他社では提供できないような AI を活用した新しいソリューションといったようなものを今後ぜひ出していきたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。では、中央の前から2番目の列をご紹介します。すいません、フリーランスの石野と申します。今日も来場者に eSIM6 ヶ月というのを配ってましたけど、楽天市場 の店舗向けに確か5回線無料で、配るというような施策を、店舗契約者向け、店舗運営者向けですね、5回線 SIM カードみたいなこともやってましたけど、こういう今無料のものを再び以前ゼロ、今はコンシューマー向けでしたけど、法人向けに結構無料で配っている意図と、その効果っていうのはどのくらいあるのかというのを教えていただけないでしょうか。私ども その楽天市場の、に出店いただいているマーチャントさんにですね、SIM をですね、配布をさせていただき、でそこで基本的には KYC 本人確認をしていただいて、お使いをしていただくようにしています。でこの一つの大きな理由はですね、皆さんも、これ言うまでもないんですけれども、働き方改革もかなり浸透しましてね、オフィスの外からスマホを使って Zoom のミーティングもするし、いろんな社内作業もスマホからするというような働き方がかなり一般化してきたという中で、そうなってくるととにかくデータ使うんですよね。ですから市場のマーチャントさんも自分のところが出店した商品がどうなってるかというようなことをですね、スマホで確認する。でこれ画像データが行ったり来たりしますので、やはりデータを使いますし、そういった観点で私どものいわゆる楽天モバイルの通信サービスをより市場の出店のお客様にですね、体感をいただき、さらに追加でご契約をいただけるようなプロモーションとして実施をさせていただいていると
いうことでございます。で、まあ、あくまでも特定の、まあ、お客様というか取引関係のあるところに新聞を、まあ、お配りするということはしますけれども、まあ、いわゆる、まあ、なんて言うんでしょうね、ある意味種まきといいますか、まあ、プロモーションということで、最終的にはそれがサブスクライバー加入者の拡大に、つながる、まあ、一つの、まあ、プロモーションというような形で、実施をさせていただいています。現時点ではまだ そこまで完全につながったっていうような段階ではない感じですか？それはあれですか、市場のマーチャントさんに関して今配布を開始し始めたところでございますので、今後そうですね、まあちょっと今状況を見守りながら、いろいろな改善要望があればお聞きしながらですね、やっていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。フリーの石川です。まあ、法人非常に伸びているというお話ですけど、一方で先日の決算か何かで、法人顧客が増えたこと、法人顧客が増えたことによって、アープが下がったみたいなお話だと思いますけど、そのまあ法人顧客が増えるはいいんですけど、アープが下がっている現象をこうどう反転させたいかとか、どれぐらいにこう反転させたいかというのがあったりしますでしょうか？そうですね、正直言いますと、まあ、B2C とB2B の、まあ、アップを比べると、まあ、B2B のが多少低いと。これはおそらく4つのキャリア全部共通だというふうに思います。で、ただですね、法人のお客様の場合には、先ほど言いましたように、まあソリューション、これは他社のサードパーティーのソリューションもございますし、私どもの自社開発する予定になっている B2B のソリューションも含めてですね、伸びしろが大きいというふうに思っております。で、単純にその通信料だけではなくて、お客様がトータルで払われているネットワークのコストっていうのがあると思うんですけども、そのお財布の中のこのウォレットシェアをですね、我々の方で増やしていくということをですね、通じてアープの方もですね、まあ、向上させていた、まあ、いきたいというふうに考えています。わかりました。では続いてシェルトン BCN の大向井と申します。本日は貴重な話ありがとうございました。法人ビジネスを始められてから1年ということで、今後さらなる導入の拡大を目指されるところかなというふうに思うんですけれども、その中で販売代理店さんの力っていうのもやっぱり重要になってくるかなというふうに思うんですが、現在販売代理店さんの募集状況というのはいかがでしょうか？また売り手にどのようにリーチしていくのかっていうあたりも含めてお話しいただけると幸いです。そうですね、代理店ビジネスという観点では、まあ、継続して今実施をさせていただいております。で、特にですね、今力を入れておりますのは、もともとその楽天とビジネスリレーションがある、まあ、楽天の取引先さんですとか、そういったところを中心に、まあ、代理店を、まあ、お願いするような、そういったことはさせていただいております。まあ、私ども後発でございますので、他社、他の3社と、まあ、同じようなことをしていてもですね、なかなかやっぱりビジネスは伸ばせないというふうに思っているんですね。ですから、他の3社とは違った、まあ、取り組みというのをやはりいくつかやっていかないとキャッチアップはできないだろうというふうに思っておりまして、ですので、そういった意味では、その代理店の、まあ、そうですね、リクルーティングに関しましても、まあ、ちょっと他さんとは違った取り組みをしていきたいなというふうに考えております。はい、現在のところで具体的な内容についてはまだ、そうですね、じゃあ代理店が何社あるかとかですね、そういったところはちょっと数字としてはお話はちょっとできないので申し訳ないんですけれども、はい、失礼いたしました。はい、ありがとうございます。はい、先ほど、はい、こちら側の、中央あたりです。はい、はい、日経新聞の佐伯と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番下に契約が達
たというふうなことを先ほど発表されていたかと思うんですけども、これ回線数でいうと今どのぐらいで、これをどのぐらいまで引き上げていく目標にあるのかというのが1点 とプラチナバンドについても先ほど の発表の中でもありましたけど、もともと5月というふうにおっしゃってたから記憶にありまして、で6月にというふうな発表内容だったと思うので、これ何か後ろ倒しになった理由があったりするのか、ご説明お願いします。はい、法人の回線数に関してはちょっと公表はさせていただいておりませんので、ちょっと控えさせていただきたいと思います。ここに関しては他3社さんも多分B2B、B2C で回線数を分けて発表されているところは多分ないかなというふうに思いますけれども、1万社を獲得しているということと、あとは1社当たりの平均回線数の掛け算になると思うんですけれども、ただそこはご回線のお客様もいらっしゃいますし、今日ご登壇いただいた木下さんみたいに8000回線のところもありますし、そういう意味ではいろいろミックスですね、そういった意味では。ただ1万社という方は非常に多いというふうに皆さんもご認識されると思うんですけれども、私ども90万社の取引先の基盤があるというお話を、させていただいたかと思うんですけれども、市場に楽天市場に商品をご提供いただいているマーチャントさんなんかはですね、大企業よりもですね、どちらかというと中堅中小あるいは地方といったところが多いというふうに思いますので、そういったところから少し皆さんの方で想像を膨らませていただければなというふうに思います。でプラチナバンドに関しては、公式で正式にまだ何月ということをですね、まだ発表させていただいてないかなというふうに思います。で今鋭意準備中でございます。で三木谷も少し触れたりはしているかと思うんですけれども、そうですね、今鋭意準備中でございまして、時期的なもので言うと、夏前ぐらいに、なんとかというような形で、今進めさせていただいているということでございまして、はっきりとした時期が確定しましたら、そこはまた皆さんに改めてご説明をさせていただきたいというふうに思います。では中央の2列目の、すいません、ダイヤモンド社の浦井と言います。先ほど の楽天市場向け の5回線の配布について改めてなんですけれども、これからということだったんですけれども、確か私、とりあえず1月末頃から1回線をお配りして、希望に応じて5回線を配るというシステムだったと思うんですけれども、これ現在3月で5万社ということなんですけれども、1万件ということなんですけども、楽天市場は確か5万7000件あると思うんですが、この1万件が時期にこの5万社になると、そういうふうにこう理解しておけばいいんでしょうか。それは大体いつ頃で、5回線というのはどの程度こう影響してくるのかって、そういった見通しについてお伺いしたいのと、もう一つはアープの影響ですけれども、当然こう無料で配るということになると、当然下方向に影響すると思うんですけども、現行この無料で配ってるということですけど、時期にこの、1年後にこの有料化するとか、そういった施策を考えているという理解でよろしいでしょうか。今ですね、そういった意味では、5万のですね、マーチャントさんが本当に私もユーザーになっていただければ大変ありがたいですけれども、まだ始めたところでございますので、今、反応を見ながらその辺は今後考えていくという形になると思います。で、まずは先ほどもお話しましたように、KYC というか使いますというですね、意思表示をいただかないことにはユーザーにはなっていただけませんので、まずそこから始めるという形になりますので、実はそのうちの何社が、楽天モバイルのユーザーにいつまでになるとかですね、いったようなところはまだ具体的な計画はそこでは立ててないです。ですから、まずは、いわゆるテストをするという形で考えているということでございます。アープの方は
そうですね、そこに関しましても、様子を見ながら、計画の中に入れていくという形になるかなというふうに思います。当然のことながら、数万というレベルで、数が増えていけば、そういった、アープに対する影響も多少なりとも出てくる可能性は、あるかなというふうに思いますので、ただ、今はそこまで計画に入れておりませんので、そういった意味では現時点アープに対する影響というのは、さほど、大きなものになるというふうには考えています。すいません、確認なんですけれども、今無料で配っているというのは、とりあえず1回線を無料で配っているとお聞きしたんですけども、それを自動的に配るのではなくて、申し込みがあって初めて成立するというので、配ってるけど申し込まない人もいるかもしれないので、それは読み切れないと、そういう。おっしゃる通りです。はい、だからそれと無料のものを有料化するというような考えは今のところそういう計画も、ございませんので。はい、ありがとうございました。はい、大田さんと申します。1点、ちょっと一番最初の質問に重なる部分もあるんですけど、からソリューション、ビジネスソリューション、やはりスマホを全般的に活用したものということで、音声データというところが中心になっているかと思うんですが、いわゆる IoT であるとか、あとは 5G を活用したもうちょっと先進的なソリューションですね、そういったものに対するご計画というのは あるんでしょうか。以前何年か前になるんですけど、その NBI 動きの中の改善について申し上げて研究した時期があったかと思うので、はい、この辺についてちょっとお聞かせください。そうですね、IoT に関しましては、いわゆる実証事業という形で、政府の方から一部補助金もいただきながら実施しているような、そういったものもございます。これは発表もさせていただいておりますので、また別途必要であれば情報は提供させていただきますけれども、 5G に関しまして、 5G また IoT に関しましては、先進事例という意味ではPOC が中心に今年はやっぱり進んでいくのかなというふうに考えて、います。IoT、いろんな IoT がありますけれども、私の見立てではこの IoT に関してはやっぱり、少しゆっくりと進んでるのかなというふうに、すいません、これはちょっと個人的な意見なんで、ちょっと社としての公式な、発言として、捉えられるとちょっと困る部分もあるんですけれども、おそらく 2,3 年前にいろいろ言われていたその IoT、スマートシティ、ファクトリー IoT、いろんな IoT がある、あると思うんですけれども、当時と比べると少しスピードは緩やかなのかなというふうに思っています。で、おそらく 2,3 年前の見立てでは、これは楽天モバイルだけではなくて各社、この 5G で IoT、ネットワークスライシングといったようなものがもうおそらく2024年には実用化かなりの部分でされるんじゃないかというような見立てが非常に多かったと思うんですけれども、そこに関して言うと少し、ゆっくり進んでいるのかなというふうに思っています。で、そういったやっぱりビジネス環境に私どもも、ある意味合わせながらそこは進めていきたいというふうに考えています。基本的にはやはりマネタイズですね、事業化がやはりうまくいかないとこういったものは普及しないと思ってますので、やはりタイミングというのはすごく重要だと思うんですね。ということを考えた場合、その世の中のそういった動きに動機を取りながら進めていくというのが弊社の方針ということになります。ごめんなさい、ありがとうございます。はい、ちょっと続きが次の会場に移る関係上、あと1年もあとできればと思います。ちょっと先に手を挙げていただいていた後ろから2番目の方、はい、
日経ビジネスの杉山と申します、はい、1点だけよろしくお願いします、はい、先ほどちょっと出ましたプラチナのところの路地についてもう少しお聞きできればなと思いまして、かなり重要なところかなと思うんですけれども、いつ始まるかかなり御社にとって重要かなと思うんですけれども、例えば3月末に株主総会等もございますけれども、その前には出るのかとか、もう少しこうタイミングでもし、雰囲気だけでも分かるところがあればお聞きしたいです。よろしくお願いします。そうですね、準備は急ピッチで進めて、おりますということで、プラチナのネットワークのそのディプロイメントに関しては無線機のパートナーとしてノキアを選んだというような発表もすでにさせていただいているかと思いますけれども、準備は今急ピッチで進めていると。で、まあ、夏前ぐらいにはですね、開始ができるようにということを、目標に今準備を進めているというところまででございます。で、繰り返しになりますけれども、そこはもう少し確定的にはっきりとしたことが確実に言えるようになった段階で皆さんにもお伝えをさせていただきたいというふうに考えております。はい、では最後の質問、はい、すみません、リテールガイドの竹下と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど楽天ならではとソリューションというお話だったんですが、楽天様のいろいろな1億人の IT 持たれていたりだとか、IT 持たれていたりだとか、あと携帯の契約者の方いらっしゃると思うんですけど、そういった情報を例えばマーケティングに そのソリューションにしていくみたいな、そういったお考えというのはあるんでしょうか。そういったアイディアも私どもの考えている中の、一つにはなっています、はい、ただやはり、楽天モバイルのユーザーのデータというのは非常に慎重に取り扱いをしないといけませんので、これは非常に法律で制限されているところもありますので、そういった制限をしっかりと規制をしっかりとですね遵守した上で、使える部分に関しましてはそういったところもうまく使って、それにモバイルだけではない通常の、ネットワークでの我々その消費者のデータってもありますので、そういったものをうまく、組み合わせるとですね、かなり最強のマーケティングの、ツールが出来上がっていくんじゃないかなと。で、そこに AI も掛け合わせるとですね、さらに最強になっていくのかなということで、そこに関してはさまざまな検討が今されているという状況。具体的にいつごろとかそういう構想ってあるんじゃないですか。そうですね、そこも今はちょっとお話ができないんですが、確定できたところでまた皆さんにお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、では以上をもちまして終了といけばと思います。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。